逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。僕が乗ります。この街で知ってるとこなんてどこにもないもんな。取れないや、血の匂い。みんなそうだよ。バルラってそうやって生きてるんだ。ほら、また逃げてる。僕のことを大事にしてよ。僕に優しくしてよ。バカを、この初号機に乗せてください。僕はエヴァンゲリオン初号機のパイロット、イカリシンジです。膨張してしまった。僕、男ですよ。この子には明るい未来を見せておきたいんです。父さん。ああ、よかったわね。僕は僕が嫌いだ。でも好きになれるかもしれない。僕はここにいてもいいのかもしれない。僕は僕だ。僕でいたい。僕はここにいたい。僕はここにいてもいいんだ。信じられないの？お父さんの仕事は。人類の存亡を背負わせるのはやっぱ酷よね。まだ生きてる。どうしてそういうことを言うの？あなたは死なないわ。私が守るもの、絆だから。私には他に何もないもの。じゃあさよなら。ありがとう。感謝の言葉。初めての言葉。あの人にも言ったことなかったのに。ダメなのね。もう私が死んでも代わりはいるもの。エイティフィールド展開。これが涙。泣いてるのは私。イカリ君と一緒になりたい。多分私は3人目だと思うから。これが涙。私泣いてるの。なぜ泣いてるの？綾波レイと言います。ユイさん。一人で帰れるからほっといて。パーさん、所長がそう言ってるのよ。あなたのこと。パーさんはしつこいとか、パーさんは用済みだとか。初日から遅刻じゃかなりヤバいって感じだよね。アスカラングレーよ。ソウリュウアスカラングレーです。ソウリュウアスカラングレー、仲良くしましょ。さあ行くわよ。戦いは常に無駄なく美しくよ。当然私がリーダー。意味ないわね。やだな、ここまでなの。バカ、無理しちゃって。これで借りは返したわよ。じゃあ今夜は二人っきりってわけね。つまんない男。キスしようか。じゃあ行くわよ。綾波の匂いがする。何が匂いよ、変態じゃないの？ちょっと待って。また初号機とイカリ君か。アスカ、行くわよ。もう二度と負けられないのよ、この私は。ミスは許されないわよ。何もできなかったなんて悔しい。じゃあ、ゼロ。セカンドチルドレンたる資格なし。私が生きてく理由もないわ。ああ、間違いない。そのためのネルフです。使徒を倒さぬ限り我々に未来はない。久しぶりだな。必要だから呼んだまでだ。乗るなら早くしろ。出なければ帰れ。
人間には時間がないのだ。時計の針は元には戻らない。だが自らの手で進めることはできる。もうすぐだよ、ユイ。一度お会いしたかったんですよ。冬月、俺と一緒に人類の新たな歴史を作らないか。ミサトでいいわよ。奇跡を待つより捨て身の努力よ。停止手段を教えなさい。やあねえ、行けるのよ。悪かったわね、ガサツで。いってらっしゃい。なんてインチキ。冗談だ、悪よく。よしなさいよ、大人げない。私をここまで待たせた男は初めてね。ネルフを甘く見ないで。エヴァって何なの。使徒を全て倒した後、エヴァをどうするつもりだ。何か別の目的があるのよ、お父さん。例の調査団、ただ一人の生き残りです。心の傷はそう簡単には治りませんよ。歩いた、あれがエヴァ。私のミスから始まったことなのよ。ゼロのマイナスじゃないの。レトルトを原料によくここまで。大した男じゃないわ、無様ね。あ、私じゃないわよ。だから壊すの、憎いから。バカなの、私は親子揃って大バカ者だわ。リツコ、すぐ戻るわ。カツラギさん、レイちゃん、こんにちは。アダムより人の作りし者、エヴァです。でもいいの、私は。そう。あんたなんか死んでも代わりはいるのよ。部外全部に亀裂発生。ダメです。完全に制御不能です。作動します。デルフィオーレに接触しました。サワーに使徒侵入。さすがマヤ。さすが先輩。さすが先輩、さすがは司令と副司令、さすがは科学の町、まさに科学万能の時代ですね。古臭いセリフ。自分の仕事はします。でも納得はできません。総員第一種戦闘配置。シンクロ率を 60% に勝った。使徒に勝つことだ。勝ったな。くだらない連中だがな、お前が欲しいのは口実だろ。ぬるいな、また恥をかかせおって。酔って喧嘩とは意外と安っぽい男だな。知らない方が幸せかもしれんな。あれを起こした人間たちを許すつもりはない。家庭に入ろうかとも思っているんです。六分儀さんとお付き合いさせていただいてます。あの人はとても可愛い人なんですよ。だって生きているんですもの。幸せになるチャンスはどこにでもあるわ。男だったら信じ、女だったらレイと名付ける。モニターに回します。ダメです、間に合いません。受信データを照合、パターン青です。子供たちだけ危ない目には合わせられないっすよ。いいから突っ込め。現在使徒接近中、直ちにエヴァ発進の4割と認む。ビートロッチか、マギに侵入するつもりです。カウントどうぞ。3、2、1。やったー。うちに帰れるだけまだマシっすよ。だ、俺先に行くわ。いやはや、波乱に満ちた船旅でしたよ。こんちまたご機嫌斜めだね。彼女の寝相の悪さ、治ってる？涙の通り道にほくろのある人は一生泣き続ける運命にあるからだよ。その前にその口を塞ぐ。ゼーレが黙っちゃいませんな。まるで血の赤だな。真実に近づきたいだけなんです、僕の中のね。仕事どころじゃなくなったな。貴様の仕事はネルフの内定だ。自分の目で確かめないと気が済まないたちだから。これ以上バイトを続けると死ぬわ。よう、遅かったじゃないか。君が新たなシナリオを作る必要はない。後戻りはできんぞ。怒り、何を考えている。初号機による遂行を願うぞ。ネルフとエヴァ、人類補完計画、唯一の希望なのだ。そいつはまだわからんよ。ネルフ、我らゼーレの実行機関として結成されし組織。我々に愚痴を課された神は不要なんだよ。すまんな転校生、
わしはお前を殴らないかん。2発もどついたりして悪かった。わしのこともどついてくれ。今日のこの日のためにこうたんです。真面目にやらんかい。さーて飯や飯、学校最大の楽しみやからな。知っとんのやろわしのこと。知らんのは信じだけか。当時妹にわしは何でもあらへんと言うといてんか。こんなことでもなけりゃ一生乗る機会ないよ。すごい、すごすぎる。もったいない。だだ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 とは。一度でいいから思いのままにエヴァンゲリオン操ってみたい。葛城さんさんにお願いに上がりました。自分をエヴァンゲリオン3号機のパイロットにしてください。まだ授業中でしょ。不潔よ二人とも。女の子泣かせたのよ。責任取りなさいよ。優しいところ、これにしよっと。明日は食べてくれるかな。ねえねえ、どうやって選ばれたの。いけひでこー。待ってて。バカみたい。異常気象が世界中を襲いました。その頃私は根府川に住んでましてね。歌はいいね。そう感じないか、碇シンジ君。僕はカオル、渚カオル。カオルでいいよ、碇君。原因を探ってみて。綾波レイ、君は僕と同じだね。あの人、私と同じ感じがする。いや、僕を待っててくれたのかい。好きってことさ。僕は君に会うために生まれてきたのかもしれない。閉鎖されました。捕獲しました。はあ、攻撃開始。内部電源充電完了。技術開発部第3課の意地にかけても形にしてみせますよ。ネルフ保安庁報部の者だ。ご理解が早く助かります。制御不能に陥り暴走を許す危険極まりない兵器よりは安全だと思いますがね。制御不能。そんなバカな。プログラム消去のパスワードだ。なんてことだ。君なら勝てるのかね。しかしそんな無茶な。黙って従ってもらおう。シッ、子供が世界を救うというのか。そんな無茶な。別れ際にさよならなんて悲しいこと言うなよ。ごめんなさい。こういう時どんな顔すればいいのかわからないの。払えばいいと思うよ。どいてくれる。知った。嬉しそうな顔しなさいよ。なんでこんなやつを。違うわよ。自分だって子供のくせに。ユイはそのかけがえのないものを教えてくれた。全ては心の中だ。また逃げ出すのか。ただいま。おかえりなさい。ただいま。おかえりなさい。ただ会いたかったんだ。もう一度。スイカですか。何かを作る、何かを育てるのはいいぞ。君にしかできない。君にならできることがあるはずだ。後悔のないようにな。ごちゃごちゃ抜かすやつが追ってみ。わしがパチキかましたる。あなたは人に褒められるためにエヴァに乗ってるの。違うわ、他人じゃない。自分で自分を褒めてあげたいからよ。あんた碇司令が死ねと言ったら死ぬんでしょ。そうよ。ラッキー、カジさんにショッピングを付き合ってもらえるなんて。ラベンダーの香りがする。わっ、こら。学校はどうだ。問題ありません。この日のためにお前はいたのだ。はい。ダメよ、帰ったら叱っておかなきゃ。あなたいい保護さんになれるわよ。美里、私を信じて。何言ってるのよ。ほらネクタイも回ってる。これはどうも。葛城がヒール履いてんだからな。自分に絶望するわよ。他人をでしょ。うかつに手を出すと何をされるかわからない。葛城さんと同じですね。その時はここを自爆させるんですね。すまないわね。いいですよ、あなたと一緒なら。ありがとう。
いやあんな感じ。裏切りもん。またしても今時ペアルック。いやあんな感じ。綾波の胸、綾波の太もも、綾波のふくらはぎ。まさか人類補完計画だよ。始まったな。ああ、すべてはこれからだ。人の作り出した究極の汎用人型決戦兵器、人造人間エヴァンゲリオン、その初号機。刑事に拘束、大丈夫でしょうね。シンジ君を失うわけにはいかないのよ。エヴァ初号機は内蔵制御に入ります。稼働電圧、臨界点を突破。への誘導も行う。綾波。極地専用の D 型装備よ。目標オツの攻撃により活動停止。パラメーター indicates no hazard. We'll maintain course. 燃料室内固定完了。内部位置接続開始。パルス送信。我々ゲヒルンではアダムと呼んでいます。神のプロトタイプか。エヴァ。最初のね、あなたも見ていたはずなのよ。サナギの状態みたいなものね。計算より早すぎるわ。
彼らはマイクロマシン、細菌サイズの使徒と考えられます。影が！エヴァーには衛星軌道の敵は迎撃できないもの。さあ行くよ。おいで、アダムの分身、そしてリリンのしもべ。ありがとう、シンジ君。人類補完計画の要ですね。そうだ、最初の人間、アダムだよ。セカンドインパクトからその全ての要であり、始まりでもある。アダムだ。違う、これは、リリス。涙を流すべき状況だね、これは。0秒をお知らせします。第2班はスピードゲームビジョンに入ってください。サブレーザー回線開きます。制御を全開へ。努力臨界点を突破。シェルターへ避難し、ええ、心配ご無用。ビルが生えてく。あなたが守った街。ネルフ本部、世界再建の要、人類の砦となるところよ。確認してるんだな。セントラルドグマを物理閉鎖。R警報発令。我々のシナリオ通りだ。消滅？確かに第二支部が消滅したんだな。綾波レイ。母さんの脳みそそのものなのよ。AT フィールド。ダメだわ。AT フィールドがある限り、使徒には接触できない。リリンも分かってるんだろ。AT フィールドは誰もが持っている心の壁だということを。